Hey yo! ケンツムシです。今日もね、グラッツくんですけど、今日はですね、ベーングローバル大会、来てました。この、上位50名、じゃあ、上位100名が、限定スタンプ盛り上げると、恒例のグローバル大会、ケンツムシの結果、ドゥルルルルルルデン、40位、あざっすということで、スタンプ確定ですね。いやー、よかった。で、デッキがね、こちら、ジャイホリでやってきました。今日ね、ちょっと最初いろいろお知らせあるんですけど、でね、これ負けちゃって、で、俺グローバル大会全然やってなかったんで、ここ順位ね、うんかすなんですけど、まあ、今回ので2桁取ったって感じですね。で、これね、途中から、見えるんですよ。ランキング入ると観戦で。で、1000人ぐらい見てもらって、最後この状態で負けたっていう。めっちゃもったいなかったわけよね。で、ここで終了しました。まあ、ただ、スタンプ取れたので、まあ、ひとまず OK かなといったところで、今回ね、このジャイホリー、俺前使った時超下手だったと思うんですけど、パンドラっていう方が YouTube 最近始めてて、この方かな、パンドラは34勝にいたかな。この方ですね、この方が YouTube 上げてて、概要欄に貼っておきます。この動画、このジャイのリプレイとか見て、なるほどとメカニズムを理解して自分の立ち回りもまあ混ぜつつですね。で、あとラットもね、スタンプゲットしますね。これみんなから行きましょう。ラットが YouTube 上げてた、サムエルって方のやつ。サムエルって方の、リプレイも見て勉強させてもらいました。やっぱね、上手い人のリプレイ見るとか、そのメカニズムを知るのって大事だなと思いますね。で、使ってみて、ああ、こういうことねっていうのがあるので、やっぱ動画を見るって大事だなと思ってます。だから少なからずですけど、たとえケンツメシでも、ケンツメシの動画でも毎日見てる方っていうのは、その、あ、これケンツメシこうやって使ってたからいけるなっていう、動画ってやっぱ大事だなって思いますね。日本のクラロワのレベルが高いのって、俺 YouTube 上げてる人多いからなんじゃないかなと思いますね。プロ選手だったり上手い人だったり。そんな感じはちょっとしますね。だし、みかんさんとかイサポロン先輩が、YouTube 動画上げ始めてから、ぐっとレベルが上がって感じしますね、やはり。さあ、ラット選手、これは勝てるのでしょうかといったところでね、こういう感じで観戦していけるんですよね。あ、で、ごめん、この試合終わったら告知一つあります。なので、概要欄にね、ラットの動画と、そのパンドラの YouTube チャンネル貼っていくので、ぜひね、チャンネル登録とか、いろいろね、お願いしますと。これでね、限定スタンプは、多分サムネに入ってるね、トロフィー持ったホレイみたいなやつなんですけど、あれが、後日ね、このアカウントに届くといったところですね。今回サブアカとかやらずに、この本アカ一つだけで、グローバル大会やりました。やっぱね、普段マルチ、トラゲに使う、ねえ、アカウントでスタンプを取れたっていうのは、ちょっとね、嬉しいっすね。よかったです。はい。さあ、これ、クエイク、きついね。オーブンが腐るからな。オーブンが腐り散らかすんでね。さあ、グローバル大会はね、本当に、マッチングもね、超大事っすね。やっぱスパーキーがきついんですけど、俺が使ってるジャイホリは。あんま当たんなかった。まあ、当たったんだけどね。まあ、しっかり負けてんだけど。バルキー入るよ、俺。バルキークソ削るんだよね、これ。ディガー挟んだところで、無駄だよってぐらい削るんですよね。バルキリーがタワーにこびりついた時ってめちゃめちゃね、厄介なわけですよね。相手これめっちゃヤンキー。うわー、なるほどね。もうロイジェイクエイクでダメージ削っちゃって、みたいな。で、ディガーで、うわー、うまい。いや、嫌な立ち回りしてんな、マジで。うめえわ。相手うま。まずいよ。うめえ。トルネで戻せるしな。ライトニング2がしかし、おっと、ボムターが回っていき、守りから入りつつ、ディガーが一発でも入れば、勝つ、おい、あ、相手食い食っちゃった。やばくね？だこれワンチャンラット勝てるでしょ。ワンのチャン。さすがに？え、あ、まあ、トルネで巻き戻してロリババー。で、ボムタワーも厳しくいく GG か。まあ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 。こんな感じでロイジェイも強いんだな。まあ、ラット選手ここで、終了といったとこですね。33で終わったか。33勝で終わってるから。ラットは、こ
ここが36位か。いや、俺多分40位かな。で、この方次第ですね。で、その前に告知で、これ、ケンツメちゃんのツイッターなんですけど、ちょろ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 と。はい。こちら、お知らせでございます。今月2月22日に、ケンツメ主催で、初めてオフ会を開催しますと。めちゃめちゃね、やりたかった。で、名付けてケンツメシクラン。第1回、今回ね、やらせていただくんですけど、このロゴで今後ね、だから結構このイベントが盛り上がれば、このロゴのね、グッズだったりとかももしかしたらあるかもしれないです。埼玉県越谷市のイオンモール。俺、埼玉県あんま知らなかったんですけど、このイオンモールめっちゃでかいとこじゃん。なんで多分、近い方が多いんですよね。ぜひ来てください。で、12時から6時までやってます。で、イオンレイクタウンの数1階翼の広場、ここ、場所ここですよね。参加費無料で、事前登録も受付もなしで、イオンモールのあのね、ブースみたいなとこやってるんですよ。なんで、ぜひ遊びに来てください。いつ来てもいいし、いつ抜けてもいい。で、買い物もめちゃめちゃできる。めちゃめちゃでかいイオンモールなんで、買い物もよし、映画見るもよし、ご飯食べるもよし、ぜひクラルはね、写真撮りたいなっていうだけでも、喋りたいなってだけでもぜひ来てください。ゲストね、今一人、呼び予定でいて、それもまた後日発表します。ということで、まあ、ケンツメシの、ジャイホリのリプレイは、まあ、一個ぐらいかな。ちょっと見ていきますか。どれがいいかな。このゴレムとか見ますか。これ見て、最後ね、グローバル大会で誰か潜ってたらそれ見て終わろうと思います。で、今後ね、まあ、とりあえずグローバル大会はいい感じにできたんで、このジャイホリで、まあ、マルチ等で、やっぱね、トップを目指していきたいなと思います。人気も強いんだけど、まあ、ド M? ウォールブレイカーがまだね、やってるっつって、生きてる限りは、相当難しいですね。ダクネ来た瞬間、まあ、これ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 と。これね、めっちゃきつい、実は。で、これはまず付け出して、ロリババ来るんですよ、大体。ロリババ来るんで、ジャイとミニペで、もう押しつぶーすと。押しつぶーしてあげて、ライトニング相手が打てるエリクサーがあるかどうかだけ確認しとけば、OK ですね、これは。で、ミニペ一発の、ここね、ディガーも入って、はいはいはい。マジアチャも残ると。で、ここは、まあ、スケだけで、メガゴさえ押さえてあげて、って感じですね。ただ、こっからのね、ゴレのね、形作られるとね、マジでしんどいんですよね。なので、ここはまず、まあ、ジャージからもう一回入ってきます。で、ゴレ出てきました。で、ここで大事なのは、相手ベビドラとメガゴを切ったんですよね。ソラがいないときは、ここに、ジャイミニペなんですよ、実は。うん。で、ライトニング打ったとしても、ミニペが残るんですよ。なのでって感じですね。あとね、このロリババをね、掃除してくれるんですよ、ミニペが。それが強いですね。で、こんな感じでミニペとかで処理しつつ、これ一発、もっとね、早めに打っとけば、ランバーがノックバックして、ミニペが一発分生き残って、ここのエリクサーはいらなかったのかなって感じがしますね。まあ、こんな感じ守っていきつつ、まあ、434まで削ったので、相当今いいですね。ただ、ね、これね、普通に一本落とされるんで、キングをね、狙いたいんですよ。なので、ここもマジャチャ延命してあげて、ここで、しっかりと、ジャイ、そしてミニペまでいきます。で、相手はこんな感じ受けてくるので、まあ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 。で、これミニペばっこり入ってるんだね。で、ここは、マジアチャと、まあ、ウッドとかで、とりあえず、ゴレをね、消せるだけ消します。で、攻め取りに打たせたのは、まあいいですね。で、ここミニペッカで、ランバーをしっかり処理してあげて、で、この左のゴーレムはマジアチャで後から防衛できるので、こんな感じでいいと思います。これ、ディガートまで先に飛ばしといた方がよかったかな。マジアチャで処理しつつ、ウッドで、ノックバックさせときつつ、ジャイをね、届けていくと。で、こっから、俺ね、いっぱいしたんですけど、ゴレ相手に。こっからね、俺ディガー全部当たられて負けたんですよ。で、ジャイも出して、ターゲット取りつついったんですけど、これジャイね、極力出さない方がいいっすね。こんな感じで、やりつつ、ディガーだけ単体で飛ばして、こんな感じで守りつつ、ウッドとか雪玉でガンガン削っていく。ジャイを出さない。これマジ大事。マジで大事ですね。で、雪玉飛ばしつつ、こんな感じで、ディガ当てれるかなゲーミングとかやってあげて、
これでグッドゲームですね。ウッドで。もうね、ゴリラ相手に勝つのはね、そうそうないんでね。はい。GG と。で、今後ね、この今のスタンプがね、グローバル大会のスタンプに変わりますので、相手の名前、へよって感じですね。さあ、という感じで、残りのリプレイとかね、ぜひ、パンドラの方とかで見てください。さあ、ここ、どれ見ていこうか。ここ行きますか。さあ、上のヒーローって方が、日本人の方かな。うん。そう、ジャイホリ使ってる。これね、バルーン、しんどいよ。雪玉？あ、もう交換するんだ。あー、残ったか。雪玉飛ばす。ザップね。ザップ型か。ザップ型だとこういう交換か。はい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 。え、ザップだとね、きついんすよ。バルーンが。マジで雪玉ないときつくて。だザップがあると、あれなんですよ。スパーキーに強い。だからその雪玉とザップどっちを取るかって話なんですけど、俺ね、やってみた結果、雪玉おすすめ。ただザップもね、攻めで強いんだわな。その速攻性があるし、ターゲット変更も強いしな。マジックアーチャーで、いなしてあげて。これはどういう動きになるんだろうな。こっから、ケツジャイ右しつつ、まあ、右側にユニット出させて、回して左2周目ジャイとかかな。ミニペイ。で、マジアーチャーが相手からしたら、ヒーロー、ベノム側からすると、マジアーチャーが死んでるはずなんで、ヒーロー側からすると、マジアーチャーが死んでるはずなんで、頑張って延命していくんだけど、全員これインドラにやられるわけよね。ソラマウントやばいですからね、これ。で、こうなると、もうディガーも来るし、はいはいはい、GG です。これ GG。これマジで GG。こうなる、こうなる、こうなる。ドーン。なんだろ、もう一発？あ、ザップで。まあ、自利品かな。ザップだとこうなるんだよね。雪玉だとある程度守れるから、逆サイガーッと攻めてバルーン後からボーイでいいんだけど。さあ、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 もうこれが強い。もうこれが強い。絶対あるもんね、これ。あ、守った。守ったけど爆破クソ痛え。マジ足飛ぶし。これがね、嫌でね、俺、雪玉に変えました。バルの爆破がめちゃめちゃ強いよな。はい、GG ですね。こんな感じで、グローバル大会盛り上がっております。またスタンプ届いたらね、いろいろ楽しい企画をいろいろやりたいなと思ってます。うわぁ、すげぇ、1位圏内じゃん。すげぇ。あ、てかもう、なんか、相当慣れてる。てか、この方確かに大会とかもすげぇいろいろやってたと思うんですよね。まあ、こんな感じで結構いろいろ見れるので、はい。ラットも無事取ったしな。見れるので、ぜひね、見てください。ということで、ぜひね、高評価、チャンネル登録、そしてオフ会参加。あとは、概要欄のラットの動画と、パンドラの、YouTube チャンネル登録。もちろん、ラットのチャンネルも登録してみてください。ということで、またこれでね、ガツガツ、トラ上げしていきますし、こういうね、流行りのデッキとかも、触ってやっていこうと思ってるので、ぜひ、また見に来てください。では、おつめし、バイバイ。